美月、今どこにいる？ねえ、なんでそんなこと聞くの？今家に帰ってきたんだけど、いないよな。どこにいる？友達の家だけど。もう23時だぞ。友達にも迷惑だから早く帰ってこい。友達は独身だし、最近失恋したから落ち込んでんの。だから慰めてあげてるの。迷惑なんかじゃない。そういうのは先に言ってくれ。なんで？それが夫婦ってもんだろ。自分の価値観を押し付けないで。私を物みたいに扱わないで。そんなことしてるつもりはない。自分ではそういう自覚ないかもだけど、私はそういうストレス感じてるから。それを言うんだったら自分の仕事ぐらいちゃんとしてくれ。は？美月は専業主婦なんだったらせめて家きれいにしてくれよ。最近は外出ばっかで全然家のことしてくれないだろ。そんなことない。嘘つけよ。ここ1ヶ月ずっとサボってるぞ。それは自覚あるよな。そう言われるとやる気なくなる。は？専業主婦だっていろいろ忙しいの。やることいっぱいあるの。じゃあ逆に聞くけど、普段は何してんだよ。あなたの綺麗な嫁でいるためにエステ行ったりヨガ行ったりしてるの。そういうので疲れてるの。それは専業主婦の仕事じゃないだろ。ただの自己満。違います。あなたのためでもあるの。俺のためだと思うんだったら家事を以前通りしてくれよ。もういい。気分害した。帰らないから。は？勝手にしたら。おい、いい加減にしろ。1時間後。斉藤、今大丈夫か？社長、どうしたんですか？僕は全然大丈夫です。ありがとう。ちょっと相談したいことがあって。もしかして家庭の問題ですか？相変わらず感が鋭いな。そうなんだ。嫁が最近家事サボっててさ。こんなことを部下に聞いてほしい話じゃないけどな。全然大丈夫ですよ。僕は社長の右腕なので。ありがとう。嫁さんって確か専業主婦ですよね？そう。斉藤も気をつけた方がいいぞ。顔だけで結婚したらこうなる。確かに相当な美人さんですもんね。何回かお会いしたことありますが、本当にモデルさんみたいです。そう、顔とスタイルはいいんだよ。俺も一目惚れだったし、性格だってよかったんだよ。作ってきてくれた弁当とかも普通に美味しくて感動したんだ。ああ、それあれですよね。嫁さんのお母さんが作ったってやつ。そう、まんまと騙されたよ。でも結婚当初はいい嫁さんだったんですよね？うん、最初はな。最近は本当にひどい。家のことは何もしないし、すぐにどこかに遊びに行く。昨日なんか深夜3時に帰ってきた。そんな時間まで何してんですか？それがわからないんだよ。本人は友達と遊んでるって言ってたけど、本当は何してるかわかんないわ。そこも不安要素ではあるな。うん。そして腹立ってるのが、俺を ATM だと思ってること。この1ヶ月特に使い込みがひどくて、さっき確認したら50万使われてた。50万？エステ、美容院、ヨガ、旅行、とにかく毎日遊んでばっかり。旅行に関しては明細確認してみたら2人分の料金払ってるからな。う、ひどすぎる。俺が毎日汗水流して働いた銭をあいつは湯水のように溶かすんだよ。破綻してますね。それ、結婚前は浪費家じゃなかったですよね？そう、俺と結婚するまでは普通だった。仕事もしてたし浪費もしてなかった。でも結婚してから1ヶ月経ってからマジでただのニートになった。ほんと前みたいに戻ってほしいよ。それどうするんですか？最悪離婚だな。え、マジっすか？俺もできるだけ避けたいけど、このままじゃきついな。なんとか心変わりしてほしいですね。すまんな、こんな話。いえいえ、いつもごちそうさまになってるので。ありがとう。いつでも話聞きますよ。またうまい酒ごちそうするわ。ありがたいです。1週間後。美月、真剣な話がしたい。何、また節約の話？そうだ、それと家事のこと。それなら私も相談したいことがある。ん、何？私最近気づいたんだけど、家事やるの向いてないのかも。は？だから家政婦さん雇わない？友達の家はそれしてるんだって。その人の旦那さんすごい金持ちで、毎日家がピカピカなんだって。お前は専業主婦だろ。家事くらいやってくれよ。しかも節約しろって話してんのに、なんでさらに金使う話してんだよ。だって家が汚いのが嫌なんでしょ？だから私なりに提案してるんじゃない。俺の知り合いにも家政婦雇ってるやついる。でしょ？ただそいつの家庭は共働きだからだ。嫁さんもちゃんと仕事してんだよ。それに対してお前は専業主婦。主婦が家事しないといよいよニートだぞ。またそうやって私のこと見下すよね。お前が見下されに来てんだろ。社長ってそんなに偉いの？金を稼ぐのがそんなに偉いの？
少なくともニートよりはな。キモ。そもそも俺の金で豪遊してんだから文句言われる筋合いないわ。そういう性格だったんだね。今だけ亭主関白とかマジキモいよ。私を養ってくれるって言ったから結婚してあげたのにね。これじゃあただの結婚詐欺じゃ。それはこっちのセリフだろ。勝手に仕事辞めて家事サボって金使い込んで文句言う。マジで生活できなくなるわ。綺麗な夢もらったんだから我慢して足りないんだったらもっと稼いでよ。最悪だわ。じゃないと離婚するよ。それでもいいの？そうなるかもな。そうなれば慰謝料もらうね。さらに金かかっちゃうよ。慰謝料なんか払うわけない。もういい、実家帰る。マジで知らないから。数日後。おい、聞いてくれ。どうしました？嫁と喧嘩したら実家に帰られた。うん？どう話をしたのか知らんが、嫁の両親、特に義父がブチ切れ、嫁を幸せにすると約束したから俺は結婚を許したんだぞって。え、マジっすか？嫁には LINE するけど既読つかないし、真剣に離婚するかもしれないわ。結婚3ヶ月で離婚ですか？早すぎるよな。てか思ったんですけど、嫁さん男いませんか？え、どういうこと？最近体の関係はありましたか？いや、ここ3ヶ月はレスだな。金の使い込みの中に旅行ありましたよね？うん、友達と行ってるらしい。それ男の可能性ないですか？盲点だったわ。俺の知り合いに探偵がいるんですけど、そいつに調査頼んでみますか？そうした方がいいかもな。離婚になる可能性が高いのであればやってみる価値あると思います。そうだな。奥さんの情報をいただけますか？わかった、後でまとめて送る。はい。数日後。斉藤、探偵の件ありがとう。はい。で、どうでした？調査してから1日で不倫判明。やっぱり。相手は嫁の高校の同級生だって。学生時代の元彼だったらしい。そんなことまでわかるんですか？で、どうするんですか？もちろん離婚だな。不倫の証拠もあるし。なるほど。じゃあ今すぐですね。いや、もうちょっと待つ。え、どうしてですか？結果は変わらないだろうけど、一番のタイミングで復讐してやるわ。え、どういうことですか？一週間後。ちょっとユーマ、あんた何かした？ん？何の話だ？もしかしてクレカの話か？そうよ、今朝から使えなくなったのよ。どうしてくれんのよ。これ上限ないやつでしょ。俺が利用停止にしたんだよ。はあ？すぐ使えるようにして。無理だな、もうお前に金は使わせない。そんなの急に言われても困る。今すぐ使えるようにして。今まで LINE しても無視してたのに、さすがにこれは連絡してくるよな。は？とても不安だろうな、海外にいるのにクレカ停止は。え、シンガポールにいるんだろ。支払いの手段がクレカだけなのに停止されたらそらパニックなるわな。なんで知ってんのよ。知ってるのは場所だけじゃないぞ。隣にいるのは林光太だな。高校の同級生で元彼なんだってな。え、なんで？探偵つけて調べさせてもらったよ。え、嘘。家事サボって金使い込んでる上に不倫までしてたんだな。お嫁麻雀なら数え悪魔だな。ごめんなさい。今さら何の謝罪？言うまでもなく離婚はするぞ。もちろんお前に非がある離婚だから慰謝料はたっぷりもらうぞ。今までの金の使い込みもそうだし、横にいる不倫相手にも請求するから覚悟しておけって伝えとけ。細かい話し合いは後にして、とりあえずクレカ使えるようにして。だから無理だって。食い逃げ疑われてるの。は？ホテルのレストランでさっき食べ終わって、クレカで支払いしようとしてんだけど引き落とせないから困ってんの。現金も持ってないし、やばいの。そのままじゃ現行犯逮捕だな。いやだやだ、お願いします。反省してるから払えるようにして。言葉伝わんないしパニックなの。そりゃ大変だろうな。なんで出てくれないの？すまん、今から仕事なんだわ。さようなら。ちょっと。後日談。こんばんは、ユーマです。この後ミツキラは警察に連行されて大変な目に遭ったらしいです。なんとか親に連絡して現金を送金してもらい釈放されたそうです。しかし本当の地獄は帰国してからでした。不倫や使い込みの件で両家の両親全員参加の話し合いが行われました。嫁のこれまでの発言や態度がひどい上に不倫だったものですから、強気に出ていた嫁の義父にも土下座させることができました。嫁には使い込み100万と不倫の慰謝料200万の合計300万円、
不倫相手には200万の慰謝料をそれぞれ請求しました。嫁は自身の貯金などないので、両親が代わりに負担してもらいました。その不倫相手には逃げられてしまい、私に復縁要請が来ましたが、全て無視しました。今は金銭感覚が狂って、借金がみるみる膨らんでいると聞いています。